Thank you.
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 道山は信長との婚姻のことを機長に告げた。よりによってあの信長殿と。機長は驚きの色を隠せなかった。そんな機長に策略家道山は懐刀を渡してこう囁いた。信長が評判通りのうつけなら即座にこの懐刀で刺すがよい。機長は平然と父に答えた。この刀の先が父上に向けられることもありましょう。それでもよろしければ私はうつけ殿のもとへ参ります。よくぞ申した。それでこそこのマムシの娘よ。娘の答えに道山は大いに満足した。こうして機長は父から授けられた懐刀を胸に信長のもとへ嫁いでいった。この機長こそ信長の正室濃姫である。